Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 皆さん、こんにちは、みこです。で、今日はね、誰誰っていう表現をご紹介したいと思います。皆さん聞いたことがありますか？どうでしょう？この誰なんですが、動詞はダール、与えるという意味で、英語のギブにあたります。で、ダメっていうと、ギブミーになって、ちょうだいっていう意味。で、お店などでは、デメエストっていうと、これをくださいっていう意味として使えます。で、この流れで言うと、誰は give him とか give her ですよね。で、もちろん彼に渡してっていう意味でも使うんですが、今日私がご紹介したい誰は少し違った言い方をします。違った使い方をします。で、que significa la palabra dare? Creo que esa palabra se usa en caso toda Latinoamérica. El significado, ok, está bien y vamos. Algo aceptar alguna respuesta.ですね。で、個人的に思うのは2回繰り返すことが多い気がします。誰誰みたいな、日本語やといいよいいよみたいな感じですかね。で、例えばバムサルシネマニアナ、誰誰って返事が返ってきます。で、いいよいいよっていうことなんですけど、もちろん返事としてはバムスでもいいんですよね。で、同じ意味なんですけど、誰は友達同士で使うカジュアルな表現です。で、友達と何かを一緒に食べていて、全部食べていいって聞いた時の返事も誰誰って言ってくれたりします。よく道で聞くのは駐車場ですね。バックで駐車しようとしている時に、オーライオーライみたいな感じで誰誰誰誰っておじさんが言ってくれます。余談なんですが、スペインではバレって言いますよね。で、ペルーではバレって言わない上に、スペインのスペイン語をディスる傾向がちょっとあるんです。嫌ってるっていうよりはネタにしてる感じなんですけど、で、バレは多分エスタビエンっていう感じの意味だと思うんですけど、誰と違うのは、バレは質問としても使えるんですよね。バレバレっていう会話が成り立ちます。でも誰の場合は質問としては使えないので、質問したい時には状況に応じてエスタビエンとかガモスで言い換えてくださいね。で、今日は誰誰についてのレッスンでした。それでは今日はこの辺で。 Muchas gracias por ver mi video.